ポリテトラフルオロエチレン、ポリテトラフルオロエチレン、パリテトラフラーエーセリーン、ドフは、テトラフルオロエチレンの重合体で、フッ素原子と炭素原子のみからなる、フッ素樹脂、フッ化炭素樹脂である。テフロン、テフロンの商品名で知られる。科学的に安定で、耐熱性、耐薬品性に優れる。1938年に、米国デュポン社の研究員であった。 ロイ・プランケットによって発見された。クロロフルオロカーボン類の研究中に、テトラフルオロエチレンのボンベ内に固着した樹脂から、見出された。1946年に製品化され、テフロン、テフロンという商品名が付けられた。現在では、テフロンの名称は、ポリテトラフルオロエチレンだけではなく、デュポン社のフッ素樹脂一般の故障となっており、同社の販売するテトラフルオロエチレンと、 その他のモノマーの強重合体などもテフロンの名で呼ばれる。しかし、一般にテフロンと呼ぶ場合には、ポリテトラフルオロエチレンのことを指すことがいい。最初にポリテトラフルオロエチレンが注目されたのは、マンハッタン計画の中である。核燃料製造の過程で使用される6、フッカウランには強い腐食作用があり、取り扱いに大変な危険を伴っていたが、 設備のパッキンやライニング材料にポリテトラフルオロエチレンを使用することで安全に取り扱うことが可能となり、原子爆弾の開発に大きな役割を果たすこととなった。現在では日用品、特にフライパンなどの調理器具の表面のコート塗装などに多く使用されている。食品、調味料による侵食に強く、また摩擦が小さいことから、 食品の焦げ付きを防ぐ役割を担っている。強火による加熱や食材などを入れて放置することによって劣化や剥離が起こることもある。また、電気関係や高温腐食性流体を扱う科学的機械的用途において広く加工用素材として利用される。チューブ、ホース、テフロンシート、様々なパッキン、剥離剤、絶縁剤、断熱剤、粘着テープ、 修道剤、製造、食品、プラスチックフィルム、ゴム、セラミックス、耐熱コンベアベルト、テフロンコーティング、無電解ニッケルマイナスリントフ複合メッキ、滑り剤、ベアリング、スリーブ、フランジ、ワッシャーなどの素材として用いられる。潤滑や撥水機能の向上を目的として、他の合成樹脂、油脂などへの添加剤としても使われる。 さらに、二硫化モリブデンなどと、同様、エンジンオイルへの添加剤にも使用されるが、デュポン社はこの用途へのテフロンの使用を認めていない。半導体製造用の各種薬液の製造、搬送、貯蔵等のプラントにも使われており、現代の最先端技術を陰で支える、重要な物質である。フッ化水素酸にも溶けないことから、フッ化水素酸の運搬、貯蔵には、 テフロン製容器が使用される。ポリテトラフルオロエチレンは耐熱性、耐薬品性に優れ、強い腐食性を持つ、フッ化水素酸にも溶けない。また、現在までに発見されている物質の中でであることも特徴の一つである。加熱によっても熱流動を起こさないため、通常の樹脂のように溶解成形を行うことができない。そのため、成形は 粉末の圧縮顔によって行われる。これは製品の製造効率上、好ましくないことである。そのため、溶解成形が可能なフッ素系樹脂として、類塩有機フッ素化合物の強重合体や有機フッ素塩素化合物の重合体が開発され、各種のブランド名を付けられて販売されている。ポリテトラフルオロエチルエンは放射線の作用によって、 容易に15度が低下し、モロ性化することが知られている。ただし、科学的な安定性は維持される。これは放射性物質を取り扱う上での問題となるが、新たな加工法として有用ともなりうる。ポリテトラフィルオロエチレン補化のフッ素樹脂は、科学的に非常に安定であるが、高温の溶融アルカリ金属やフッ素系ハロゲ玄関、化合物には徐々に侵される場合がある。 ポリテトラフルオロエチレン自体は、科学的に不活性であり毒性はない。しかし、約260に達すると劣化し始め、約350以上になると分解する。この時生成する物質は人間に対しては、インフルエンザのような症状、ポリマーガス熱を引き起こす、可能性が報告されている。これをコーティングした、調理器具を考えた場合、調理用の油脂、油、 バターは約200で焦げ始め、煙を生じる。また、肉類は通常200-230で揚げるため、通常そのような高温にしてしまうことはない。しかし、もし空のままで加熱しているのに気づかなかった場合、ポリテトラフルオロエチレンが劣化し始める温度以上に、調理器具が加熱される可能性生じる。いずれにせよ、高温で調理する場合は、鉄もしくはステンレスの器具を用いるのが良い。 1959年当時の研究では、コーティングされたフライパンの殻抱きによって発生する煙の毒性は、通常の調理用油から生じる煙に比べて低いことが示された。小鳥などを飼育している環境下では、煙が小動物に知死的な影響を与えるため使用してはならないと、同加工された調理器具などに注意書きがなされている。2005年、 アメリカ合衆国環境保護庁の科学諮問委員会は、テフロンを製造する過程で使用するペルフルオローク炭酸が発芽性物質の可能性が高いとした。この結果は最終報告ではなく、総工の一部である。デュポン社は、オハイオ州及びウェストバージニア州にある製造プラント近隣の住民から、この化合物による地下水汚染で訴えられ、3億ドルの賠償金で、 和解した。現在、この化合物は、米環境保護庁によって規制されていない。2006年1月、アメリカにおいて唯一ペルフルオローク炭酸を製造している、デュポン社は、2015年以降この化合物を製造プラントから放出しないことに合意した。しかし、完全に使用をやめることは認めなかった。この合意は、調理器具に使用される、 ポリテトラフルオロエチレンだけでなく、食品パッケージ、衣類、カーペットなどの製品にも適用されると言われている。また、デュポン社は、ペルフルオローク炭酸なしにポリテトラフルオロエチレンを製造するのは不可能であるが、代替物を模索していると表明した。ペルフルオローク炭酸は、製造過程においてのみ使用され、効果プロセス後には微量のペルフルオローク炭酸しか残留しない。 デュポン社は適切に硬化されれば製造されたフライパンには軽量不能な程度のペルフルオローク炭酸しか残らないと主張している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。